今から質問コーナーをしていきたいと思います。イエーイ。今日はプラスアルファの人がいます。はい、ポテです。ポテです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひなたの愛犬です。愛犬です。5月ぐらいです。8ヶ月です。かわいい。種類はチワワとミニチュアダックスのミックスでチワックスです。です。ポテのことをアピールして、あ、なんか好きなところ、このマロアピールしてください。マロ、あとここのくるくるの毛。確かにちょっとパーマみたい。はい、でこれってパピー系じゃない。なんか友達に聞いたら切っちゃったらもうこういう毛は入ってこないって言って、うん、じゃあ切れへんやん。だからトリミングの時ここだけはやめてくださいって言って。この耳ですかね、チワワっぽい、けどどうはダックスです。長いもんな。はい、足も。でもさ、色もさ、なんかわかる、綺麗よな。3回ぐらい通いました。うん、もう次行ったらって思って、なんか代表のキャンプかぶってて、代表のキャンプ帰っていたら買おうって、買おうって言って。じゃあもう早速、じゃあ質問言ってくね。はい。自分のここを見てほしいプレー。まあスピードが武器なので、スピードに乗った、まあ、ドリブルとか、まあ、裏への抜け出しとか、ドリブルで持った時のスルーパスとか、そういうところを見てほしいです。裏に抜け出すのが得意なんで、ここと、からの弾丸シュートを見てくれれば嬉しいです、はい、注目してください。いや、確かに2人ともめちゃくちゃスピードがある2人なんですけど、リナの方はちょっとパワーがね、ひなたに比べてパワーがある。でもひなたはひなたで中間ポジションを取るとか上手なので、まあ、ポジショニングの部分も見てもらいたいなと思いますし、まあ、リナはやっぱりスピードから、スピードに乗ったドリブルだったり、あとはまあやっぱシュートがごついんで、ごついシュートがごついって言われたパワーがすごいんでってことあるじゃん。ごめんごめん、パワーがすごいんで、まあそこも今後なんか試合とかで注目してもらえればなと思います。あ、ユニやゲイフラって見えてますか。あ、見えてます。ちゃんと言いたい。はい、見えてます。ありがとうございます。ありがとうございます。見えたら手振るようにしてます。私も無人島に行くことになったら誰を連れて行きたい。チームメイトに限る、理由もいるよ。じゃあ理由もね、松田さんか、ゆりさんか、ゆりさん、うん、なんでその2人なの。松田さん逆に頭いいからさ、なんか松田さんはいたら、うん、ここで取れるよとか教えてくれる。それをやる自分。あ、こうやってやったら火を伏せる。そう、頭いいから。そう、頭いいから。ゆりさんは楽しいし、あ、飽きなそう。でも無人島でも大人数いそうな雰囲気になる。自分上さんかな。なんか上さんはさ、なんか分かる、力とかもあるやん。なんかここぞという時頼りになりそうじゃない。海で泳いできてとか言ったらさ、オッケーとか言いそうじゃない。あれ取ってくるわ。沸かしてとか言いそうやろ。そうそうそう。ハイさん、ユイさんとかご飯作って、自分マミコ。ああ確かに7個もあり、7個もあり。なんか何でも一緒にやってたらさ、楽しくて。うわ、確かに、うん、今一番行きたい場所はどこですか。もうコロナとか関係なくで。あ、ユニバも行きたい。あ、ユニバいいな。今しかもこれあってね、マリオな。あのさ、千と千尋のさ、うん、え、温泉のとこ、うんうんうん、あのモチーフになったことない。そう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 。あ、台湾やっけ、中国、あれ日本やっけ。いや、日本じゃないの。え、栃木らへんで。なんで栃木なん。栃木の何と間違えた。だからめっちゃ近いと思って、うん、あ、行きたい、あ、行きたいと思った。お互いの第一印象教えてほしいです。やって、なんかもう優しい人って感じです。あ、なるほどね。めっちゃいい子。あ、いい子出てた。あ、いい子感が。こんなだったわけでしょ。いい子感が出てた。そう、いい子感が出てた。いつからそんな仲良くなった。え、カノン、カノンが家にダイニングテーブル、ダイニングテーブル買ったから組み立ててほしいって言われて、一からね、一からカノン家で椅子を組み立てて、でから、そう、ギュッてつけるやつ。カノンがご飯作ってた。そうそうそう。あ、なるほどね。あ、で二人が組み立てた。そうそうそう。あ、で、あの人とご飯ね。そう、長くなった。あ、そうなんや。そう。
松田さんの好きなところと直してほしいところは、あの不意にする笑顔。あー可愛い。確かにあの時可愛かったよね。あの自分らがさ お祝いした時、うん、なんか管理ちょっとツンデレ感あるけど、うんうん、すっごい嬉しそうなのが、うんうんうん、顔に出てる。直してほしいところ今やで言うなら、いや全然ない、本当にないでも最初じゃちょっと怖かったです。あでも確かになんかあのつかめんかったかも、どういう人なの。ちょっと探り探りやったよな、うんうん、最初は絡んでいいのかめっちゃ心配だった。いやでもあなた練習試合でテンクでピースしてたから田中さんに向かって一番絡めた嬉しくて。自分の第一印象はせっかく来てるまんちゃんの、うん、第一印象、うん、えもうマジで優しい、うん、あそうありがとう、本当に優しいウェルカムオーラ出てる、うん、あウェルカムオーラ出てる、かったありがとう嬉しい嬉しい、うん、でじゃあ好きな番号ある、この番号つけたいみたいな。あ9番好きかもしれないです。あそうね、7番とかも好きですけど愛着湧いちゃってますもう9だもう9やな、愛着湧いてる自分25番めっちゃ好き。あ好きなんや。あのさ中村俊介めっちゃ好きな、あセルティックの時25つけてたんで、うん、めっちゃ嬉しかった。あそうなんや、うん、え大学の時は10。あ10やった。高校とか4だった。え場所違うのポジション。えそうなん、センターバックだから。え待って待って、初めまして。初めまして。え、知らんかった。ガチガチセンターバックやってたから。そうなん、やめてずっと考えた。多分想像みんなついてないでラインアップとか言ってた。そうヘディングでセッターってことでしょ。全部跳ね返しやったでも確かにヘディング強いよな。奈々子に聞いたら分かるよ。自分奈々子でマッチアップしてるから高校の時。あ、そうなんや、うん、じゃサッカー始めたのはいつ。小3。あ、一緒。幼稚園の年少なんで3歳、4歳ぐらい。いや、いや、だってお兄ちゃんが。あ、そっか、お兄ちゃんの影響。はい。え、誰の影響。なんか、親買い物の時にね、うん、なんかスポーツしなきゃって言われた時に横見たらサッカーやってたの、うん、それでやった。楽しかったからやりますって言って。試合前に絶対することはありますか。普通に好きな音楽聴くだけだったから、あんまりなんか日常でやること変わりたくないから。うん、え、その聴く歌は絶対これは聴くとかある。あるある。夏化粧っていう。知らん。そんな盛り上がる曲じゃないの全然。あ、どっちかっていうとバラード系ってこと。なんか心に来る感じ。ドーベルマンインフィーノ。あーあーあーあああ、へえ、そう。ちょっと聞いてみるわ。亡くなったひいおばあちゃんの写真を常に持ってて。へえ。サッカー大好きだったんでそれ毎試合持って、うん、で一緒その基本グラウンドの方に写真向けてます、うん、見てもらえてるかのような感じするんで。あ、ロッカールームでもグラウンド側に向けますっていうのがロッカールームでやってで、グラウンド出たら最初エンジン終わった後に一回走ってジャンプするんですよ。あー、みんなでのあのスピッチに入ってからのことね。はい。で、散らばって一、うんうん、回ジャンプして、うん、で、砂当てさをこうやって触って一回エンブレム掴んで、まあ、そうおばあちゃんとか、うんうん、まあ、見ててねみたいな感じでこうやって上向いて、でその後3回ジャンプします絶対。結構しっかり決まり事あんねん、はい、こんな詳しく説明したの初めてです。おばあちゃんの写真とかは初めて言いました。あ、そうなんや。プレミアム公開。今ハマってる歌とかある曲とか。なにわ男子ハマってますよ。あ、これね。アイドル。これ道枝君好きなの。アイドル好きなの。意外ですよね。え、意外意外。まあ、前半戦残り試合ということで、まあ、しっかり、まあ、後半戦に向けてまずは前半戦勝ち切って終わりたいなっていうのはありますし、まあ、その1試合っていうのが、まあ、リーグを通して重要になってくるので、しっかりチーム全員で戦って勝って終わりたいなと思います。後半戦も全て、まあ、試合に出れるように練習からアピールして、試合に出たらしっかり点を決めて松田さんにピースしたいと思いますお願いします。楽しみにします。はい、はい、ということで今回は宮沢ひなた選手と船木里奈選手でした。そしてポテでしたバイバイって、ポテあっちにバイバイして、バイ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 点決めたらこれやるんで。いつも元気もらってます、ありがとうございます。ガチで届いてほしい届け絶対グッズ送ろう。グッズ送る。自分マイナビのグッズ送っていいですか。送るので、これからも頑張ってください。お願いします、頑張ってください。これ届いたらやばい。